皆さん、今日ここにお集まりいただいた皆さん、ものすごくラッキーです。なんででしょうか。今日の作田代表、それから有本事務総長、今日の中でもおそらくこの場で話したこと、今までで一番出来がいいです。豊洲のウェルシア前にお越しの皆さん、たまたま通りかかっているそこのお父さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。私は日本保守党の、ここ東京15区の、公認候補になった飯山あかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。私ですね、ここの、候補になるように有本さんに言われたときに、こう申し上げたんですね、私は政治家には向きませんと。これ本当なんですね。なぜなら私は研究者だからです。研究者っていうのは真実を追い求めるのが仕事です。しかし政治家は違います。政治家は真実を追い求めるのではなくて、その時その時適切な判断を下して人を、国を正しい方向に導いていくのが、これが政治家の責任です。だから私は、真実を追求する、そういう仕事を私は今までしてきたので、私は政治家には向いていないと本当に思っていたんですね。ところが、まあ、いろいろあって、お引き受けしましょうというふうに言いました。その後、今、じゃあ政治家を実際にやっている人たち、一体どんな具合なのかと、見るようにしてきました。例えば今子どもなんとか担当大臣みたいなのをやっている加藤鮎子という人がいます。この人参政議員でしょうか。お父さんも議員、おじいちゃんも議員、そういう人です。加藤鮎子という人です。私と対して年は変わりません。少し年下でしょうか。その人大臣なのにまともな答弁ができないんですよ。ありがとうございます。しどろもどろです。ものすごく簡単な質問にすらろくに答えられない。ペーパーを読むことすらできない。あんた日本語読めないんですかってぐらいひどい答弁なんですよ。私はそれを見たときにこう思いました。私の方がよっぽどマシだと。ありがとうございます。そして上川さんもそうですよ。上川さんという人女性です。今外務大臣をやっています。何ですか。今度自民党の総裁にしたらいいじゃないかという声すらあるそうです。しかしあの人も外務大臣なのに、私は英語ができますと言っているらしいです。英語は喋れるかもしれません。しかし話している内容はほとんど棒読みなんですよ。それから殿のつなりは岸田首相ですよ。あの人先日アメリカに行ってアメリカの議会で演説しました。その時のあのにやけた顔、何でしょう。私はね、それを見た瞬間にね、ものすごい怒りが湧き上がってきました。こんな大事な場で、ものすごく重要な、日本国にとっても世界にとっても非常に重要な問題について話してるのに、あんたなんでこんなにやけた顔してんのかと、私はその時思いました。私は自分のことを政治家に向いていないと思ったけど、今のこの政治家の面構えを見てみたら、私の方がよっぽどマシじゃないかと。ありがとうございます。だから私はこう考えることをしました。私は今まで研究者として真実を追求しようと生きてきました。そしてその上に真実っていうのは追求するのが難しいです。一生追求しても多分たどり着けないもんなんです。だけどその延長線上に何か正しい判断っていうのをする、そういう政治家という仕事があってもいいんじゃないかと思うことにしました。ありがとうございます。そして私は今私が考えていること、そして日本保守党が考えていること、それは今の政治にはすごくたくさん問題があると、そして綺麗事の中に実は政治家自身の利権が埋め込まれていると。再エネとかね、脱炭素とかグリーントランスフォーメーションとかね、ダイバーシティとかインクルーシブとか変な横文字だらけですよ。なんとなく聞けばなんとなくいい雰囲気っていうふうに思う人が多いんですよ。でもそれらは全部日本を弱く貧しくする悪魔の言葉なんですよ。はっきり言って
ですから私はこうやってわけのわからない横文字で、私だって英語から普通にはできますよ。意味がわかんないわけじゃないんですよ。しかしこうした横文字を利用することによって、一般の人々を欺いて、自分のため、あるいはあらゆる種類の利権者のために、 NPO とかそういったもののために、怪しい政治をして私たちの税金を無駄遣いする、そういう政治家から、私のような普通の人間が政治を取り戻したいと思っております。ありがとうございます。ですから皆さん、それに賛同していただける方、特に江東区の皆さん、今あなた自身がこの変化に参加するチャンスを持っています。私、飯山あかりに一票投じてください。よろしくお願いします。今日このたくさんいらっしゃる方の中に江東区の方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。おお、結構いらっしゃる。ありがとうございます。江東区外から来た皆さんですね、ぜひ、ここ豊洲の周りにもたくさん楽しいところ、おいしいお店もあります、ララポートもありますし、いろいろあります。ぜひさ、帰りに寄って帰ってですね、いやそこで日本保守党飯山あかりが街頭演説やってたけど、ものすごくいいこと言ってたよと、あの人やっぱいいよねというふうに周りに聞こえるようにお話になって帰ってください。そして最後にもう一つ申し上げますけれども、飯山さん、今の話にありましたよね、やっぱり研究者としての生活を、研究者としての今までの長年の、ご自分の生活、生き様をですね、わざわざ捨てて今回立候補してるわけなんですね。でも私は最初に飯山さんがいいんじゃないかなというふうに思った、その時にですね、百田代表から、確かにいいと思うけど、なんで飯山さんなんやと聞かれました。で、その時にですね、彼女は戦うことを恐れない。それが一番の理由です。というふうに言いました。百田代表はすぐ分かってくれます。今彼女が言ったようにですね、やれグリーントランスフォーメーションだの、インクルーシブだの、ダイバーシティだのって、それはね、私だって一応英語わかりますよ、だから別に彼女と同じ意味はわかるけれども、これうさんくさいと思いませんか。もうね、全部依然と利権なんですよ。こういうことのために私たちの税金、一生懸命働いて納めた税金がじゃんじゃん無駄遣いされてるんです。私いつも言いますように、やれそのゼロカーボンだのなんだのって言ってですね、東京都は2030年にガソリン車をゼロにするとか言ってます。それで電気自動車を買った人にどんどん多額の補助金を出してますけれども、この電気自動車というのはほとんどが外国メーカーの作った、外国で作った車です。日本にはトヨタ、マツダ、ホンダ、日産、スバル、こういったですね、優れた自動車メーカーがあって、こういう自動車メーカーはエンジンの技術、あるいはハイブリッドの技術、もっと進んだところだと水素自動車の技術、こういうものを持っている会社が、世界に誇る車メーカーがいっぱいあるのに、なぜ外国のメーカーが外国で作った電気自動車にジャブジャブ補助金を与えて、日本の企業を不利にしなきゃいけないんですか。こんな政策は直ちにやめさせるべきだと思います。もうこれをやめさせるだけで、日本人は貧しく、豊かな、貧しい状態から、それだけで豊かになれる。それだけで強くなれるはずです。ですから、こういうですね、魔弱に合わないことを、これはおかしいじゃないかと、ちゃんと言い抜ける人間、これが飯山あかりです。ですから、東京15区の皆さん、本当に15区の皆さんは、今選択を間違えなければ、確かに東京15区にはいろいろ不祥事があったけれども、あの時、日本の歴史をいい方向に変えてくれたのは東京の江東区だよねと、後々言われるように必ずなりますから、ぜひとも飯山あかりに一票をよろしくお願いいたします。いや、皆さん、本当にありがとうございます。このね、高い黒の上から、私たちは皆さんをちょっと、眺めさせていただいてます。ざっと見たところですね、多分700人ぐらいはおられると思います。ありがとうございます。実は今日の朝日新聞のネット記事なんですが、ひどい、私たちは今日9時半から、富岡八幡宮で、皆さんとこのように同じように凱旋しました。
その記事が朝日新聞、載りました。お昼ぐらいにね、日本推しと SNS を中心に支持者が約100人集まったって書いてるんですよ。実際には1000人超えてたんですよ。1000人超えてたのにね、朝日新聞は約100人の支持者が集まったと。どこまで嘘を書くのか。ですからね、朝日新聞はね、もう完全に頭おかしいというのはね、ダメ、頭おかしいダメあ、いや、頭おかしかったらね、もう本当に、頭狂ってます。一気に叩くなって、ね、いや、ですからね、朝日新聞がね、どんだけアホかと思うのは、そんな嘘書いてもね、バレるんですよ、今 SNS でね、すぐバレます。でもね、バレないと思ってるんですよね。ですからね、私は思いました。このまだ SNS がない時代、インターネットがない時代には、朝日新聞はどれだけ嘘を重ねてきたのかと。はい。でもね、私たちは今、本当にこの政治家ダメ言ってますけど、政治家がダメだけじゃないんですよ。実はメディアもひどいです。だからね、メディアと政治家がもう古いになってひどい状態。例えば今回の選挙ですね。まず TBS が1週間前にね、この東京中央区でいろんな候補者が出ましたと言いました。そこでずらっと候補者並べたんですが、なんと TBS は飯山あかりの名前だけ消したんです。こんなこと言うてますか。でさらにその数日後、 NHK がまた同じように今回の東京中央区の候補者、またその時は候補予定者ですけど、ずらーっと NHK のテレビが放送しました。そうすると全員が動画なんです。動画でみんな喋ってる言葉がね、喋ってる映像がどんどん何秒か流れてます。一番多いのは乙武さん40何秒。他の人も大体30何秒。でも飯山さんだけ動画じゃなくて静止画。なおかつそれでも10何秒なんです。ものすごい差別です、これ。ですから今メディアはですね、飯山あかりを恐れています。なぜか、飯山あかりはメディアが最も言っておきたいこと、真実を言うからです。本当のことを言うから、だからメディアは恐れてます。でもね、私たちはこの一角に穴を開けなければいけません。今、国会議員は700人いております。700人ってすごいですよ。今、皆さんここにおられる数で、大体700人です。振り返ってみてください、後ろ。こんだけ国会議員おるんですよ。いや、やめて、皆さんちゃいますよ。皆さんは国会議員ちゃいますよ。はい。でも、このぐらいの数ってね、まあね、95% ボンクラですわ。もうどうしようもない連中ばっかり。特に自民党はひどい。先ほど言いましたね、加藤鮎子さんとでね、お父さんもおじいちゃんも国会議員へと、本人はもう日本語さえも読めないようなね、そんなボンクラが大事になってますね。これが日本の現実なんですよ。もうお父さんおじいさん、そのひいおじいさんが国会議員やったら、もう自動的にもうそのまま出世していく。はい。もうそんな、もうだからね、今の国会議員、自民党ですね、自民党の大臣、閣僚クラス、さらに総理大臣クラスは、みんな、もう2世どころじゃないですよ。3世、4世なんですよ。ひどいでしょ。もうだからね、どんなポンクラでも、親が総理大臣とかやったら、もう自動的に大臣になると。はい。もう名前言いませんよ。小泉進次郎、言うたらあかんって言うから。はい。でもね、申し訳ない。小泉さんごめんね。はい。いやいや、青菜は小泉さんだけじゃない。他もいっぱいいます。はい。岸田翔太郎君でも言いましたね。はい。あれもね、皆さんびっくりしますよ。あれもね、10年後、きっちり国会議員になってますね。ほんまに、まず間違いなく言います。はい。でもね、こんなことやってたら、日本がダメになるの分かってるでしょ。ね。だから国会議員というのはね、ものすごい、だから美味しい仕事と思われてるんですよ。ね、給料も高い、さらにもういろんな手当がつく、グリーン、新幹線のグリーンは乗り放題、ね、もうひどいでしょ。もうそれでね、そういう議員の生活になったら、みんな何を考えるかと、当たり前、何を考えるか決まってますよね。こんなおいしい奇跡は次も絶対に取らないかと思います。もうそうなってくると、頭の中は選挙に勝つためには金をいっぱい集めなあかんと。もうそうなってきたら頭の中はですね、どうやって金を集めるか、そして次の選挙でどうやって勝つか、
そしてこれを3回、4回、まあ、3期、6期、もう3期、5期、6期、何個もやっていくと、そのうちに考えはどうこうなります。こんなおいしい仕事は、他の誰にも渡さない。俺の息子に渡そうとこうなるんですよ。もうそうして出来上がったのが今の自民党です。はい。このね、世襲制度を絶対改めないといけません。もちろんね、ほら、親が国会議員やったら子供は国会議員になれない。これはダメです。当然ね、子供も国会議員になりたい。その自由は、職業選択の自由はあると思います。でもね、少なくとも、親の地盤以外のとこから出るべきです。でしょ？親の地盤から出たらダメですよ。そして、親が貯めた、いわゆる政治資金、これが全く無税、つまり相続税なしで引き継がれるんですよ。こんなバカなことないですよ。僕ら一般人はね、僕が死んだら子供は僕の金を相続するときにものすごい相続税を取られます。でも国会議員は政治資金団体というのはこれ全く無税なんです。1円の税金も納めることなく、その親の財産が全部引き継がれて、これ自由に使い放題なんですよ。これをね、この制度を潰さないな。で、これは、実は、野党も言いません。野党議員もこれを言わないです。なんでか、野党議員にも世襲議員がたくさんいるからです。そして、その野党の世襲議員も、自民党の世襲議員も、みんな、上の方が全部世襲議員だから、下の方の連中は言えないです。で、まあ、下の方にはね、志を持って、なんとか日本を良くしたい。最初はそういう、高い理想、素晴らしい志を持って議員になった人もいます。ところが、議員になって、しばらくすると早いですよ。もう半年、1年。本当に下手したら3ヶ月ぐらいで人間変わります。こんな美味しい仕事、知らなかったと。もっと早くなっといてなかった。こんなうまい、もう絶対に手放せないと、一気に人間が変わるんです。でもね、皆さん、私は約束します。飯山あかりは変わりません。絶対に変わりません。はい。もし飯山あかりが変わったら、私が切腹します。その前に、有本さんの首を切ります。何や、まだこれから演技かかるんで、これから1時間は喋んねや、私。はい。皆さん本当にちょっと寒くなってきました中、ありがこれから喋ってたら暑なる。はい、私もね、さっきまで寒かったよ。でもね、もう喋ってるうちにどんどん暑なってきた。ちょっとシャツ脱ぐわ、これね。はい、風邪ひきますか。はい、私はすぐ風邪ひきますね。はい、さっきもね、私疲れてね、事務所でずっと寝とったんですよ。ほんだらみんなね、私抜きに大事な話してますね。はい、ほんまにいい加減にしていいよと思いますね。はい、ほんで私が次どこ行ったらええの聞いてなかったから、聞いてないって誰も教えてくれへんからね。はい、もうそんな状況でね、はい、もう何しゃべってかかれ、有本さん変われ、それ。どうも皆さん本当に長時間にわたってありがとうございます。実はですね、先ほど代表がなんかあんた今日になったら急に演説が上手くなったんじゃないのと言われたんですけれども、それには実は理由があるんですね。今日告示、まあ今日ようやくですね、飯山あかりが立候補したと、まあこういうことなんです。今までは立候補予定者でしたから、まあ、公職選挙法に触れないようにということで、飯山あかりに一票をと言えない、飯山あかりをというふうに言えないわけですね。ですからこう日本保守党とかですね、まあ控えめに飯山あかり支部長とか言ってきてたんですけれども、今日を境に飯山あかり我が日本保守党の公認候補にぜひ一票入れてくださいということがはっきり言えるようになったわけなんですね。これはね、非常に精神的に違うんです。それからさらに言いますと、うちの団体はですね、全くお金も何にもないもんですから、まあ私とそれから減税日本の副代表でもあるうちの、まあ、事務局の次長の広沢さんとですね、それから名古屋の河村市長の秘書を27年やってる渡辺さんという人と3人で、まあ、この事務作業とか手続きとかなんとかって結構膨大にあるんですけれども、これをやってきました。
で、私にとってはこれ初めての経験ですから、選挙の事務ってこんなに煩雑なのかということで、結構昨日までそれなりに大変だったんですね。そのまあ首輝きから離れてですね、よしいよいよ選挙戦かということで、だいぶ実は気分が晴れ晴れとしていると。そしてしかもですよ、まあ事務作業から解放されただけじゃなくて、やっぱり眺めてみたら、さっきも言いましたけど、いやもううちの候補しかないだろうとね、本当にまあそういうふうに思ったらですね、なんかすごく気が楽になったっていう面もあるんですね。もうこれからは飯山あかりっていう名前を27日いっぱい連呼し続ければ、これは結構いい結果が出るんじゃないかというふうに私は結構楽観的に考えております。それからですね、皆さん本当に別に他党を悪く言うわけじゃありませんけれどもね、立憲民主党の人たちが大きな立て看板を持ってですね、泉代表とね、それから立憲の、まあ、候補、当時は予定者の方が、昨日、おとといでしたらね、うちの事務所のすぐ近くで街頭演説をされたんです。その時にですね、まあ、玉木さん、泉さんはね、なんかね、つい間違えるんですよ、あの人たちね。もうちょっと存在感出してくれればいいんだけど、泉さんがね、非常にこうなんか好意的に寄ってきてですね、いや有本さんとここでやらせてもらいます、よろしくお願いしますっていう風に来たので、別に私泉さんに何の恨みもないんですよ。だけどね、まあ、話の内容がなんかいまいち頭に入ってこないのね。で、泉さんと、まあ、候補予定者だった方が言っていたのは、古い政治ときっぱり決別っていうことを言ってました。こんな大きな立て看板を持ってきて、そこにも大きな文字で古い政治ときっぱり決別って書いてある。あんたたちがそれを言いますかっていう話なんですよね。この今までの古い政治、腐敗した政治をやってきたのは自民党だけじゃないんですよ。それをね、まあちょっと猫パンチみたいな感じでですね、攻めてるようなふりをして、プロレスをやって、ごめんなさい、プロレスを別に貶めてるわけじゃないですよ。でもね、そういうことを国会で単なるショーをやってですね、実際には与党の一番痛いところを攻撃もしないでね、それで慣れ合いで今のどうしようもない政治を作ってきたのはあなたたちでしょうと、立憲民主党でしょうと。それからね、もう一つここですごく大きなことを言いますよ。立憲民主党の支持母体は労働組合だと聞いています。だけど私はある労働組合の方から、有本さん、よかったらあなたたちを今回は応援しますと言われました。まあその組合はですね、規模的にはそんなに大きくないようですけれども、でもね、これどういう意味かというと、私たちがよく言ってるこの30年間全然日本人のサラリーマンの給料が上がってきてないわけですよ。それはね、各企業の責任というよりはやっぱり日本の政治の責任なんですね。自分たちは今まで、まあ組合が押すからということで、立憲民主党、あるいは古くは民主党の候補者をずっと応援してきたけれども、全然何にもいいことありませんでしたと。で、はてと、日本保守党の政策を読んでみたら、ああ、なるほどなと。日本の私たちの待遇が、働いてる人間の待遇が、なんで良くならないかっていう原因を、あなたたちが随分解説してくれてるじゃないですかと。だから、あなたたちのことを今回は応援したいというふうに言っていただきました。私はね、これは私たちが応援されるってことを誇りたいわけじゃないんですよ。立憲民主党の泉代表、あなたたちも反省してくださいよって話なんですよ。労働者の味方だとか言いながら、労働者の給料が全く上がらないような、そういう社会を作ってきて、それでノーノーとね、与党の足だけ引っ張ってれば国会議員として、普通の国民の4倍も5倍も給料もらってる、こんな生活を長年やってきて、何が古い政治にきっぱり決別だと、私ははっきり申し上げたい。まあ、今度ですね、どこかで、街頭で、泉さんと会うことがあったらば、ぜひそういうふうに申し上げたいけれども、でもまあ一応マナーとして、その人の街頭演説を邪魔してはいけないということのようですから、まあ街頭演説中には言えませんけれども、ひょっとしたらですね、いずれ飯山あかりが国会に行って、泉さんにそれを正すことがあるかもしれません。
してったら、今はもう自民党は腐敗してる。利権と裏金と自分の身を守ることばっかり。でも野党議員も同じなんですよ。自分の身を守ることしか考えてない。自分の議席を守ることしか考えてない。日本の働く人の給料が自分たちの4分の1、5分の1であっても知ったこっちゃない。自分の議論になってしまっているんです。ですからそこに、まずは一人、国民のために働ける。そして日本を豊かに強くするために働ける。その飯山あかりをぜひ皆さん送ってください。国会に送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今まではね、選挙活動で、なかなかね、皆さんに一票ください。これ言えませんでした。公職選挙があるんでね。これから堂々と言います。江東区にお住まいの皆さん、ノルマ一人100票。はい。はい、よろしくお願いしますね。それから、有本さん、今、立憲民主党のね、どんどんひどいことを言いましたけど、ついでや、ノルマついで、維新も行きましょう。私ね、そうなんですよ。維新の会のね、問題を喋らせたら結構自信があるんですね。小池知事の問題を喋らせても結構自信はあるんですけれども、大体維新の会の人がね、今日なんで言ってたか、うちの事務所のすぐ近くの交差点でね、街頭演説やってたんですよ。でね、私たちがそこ車で通りかかりました。また百田さんがね、いやー、維新の皆さん、こんにちはとかって言って、軽口を聞いたのがちょっと気に入らなかったんでしょうね。彼らはね、私たちが通り過ぎたちょっとの時にね、こう言ってましたよ。ああいうふうにね、好き勝手なことばっかり言って、ただ言うだけで走り去っていくような人たちと我々は違うんです。我々は実行できるんです。成果を出せるんです。とこういうこと言ってた。あなたたちが出した成果って何ですかと、私は聞きたいね。いいですか？大阪は、私は自分の親のふるさと大阪ですから、半分は大阪人ですけれども、あの大阪が、戦前には大大阪って言われて、世界一の都市になった大阪が、今じゃどんどん没落してるじゃないですか。維新の異性になってから大阪は全然経済成長してないんですよ。それだけだって何が成果だと言いたくなるわけですよ。それからもう一つ重要なことを言います。大阪で、万博が来年開かれると言っていますね。でもこれは国の事業だというふうに彼らは言い逃れるから、よく、ちょっと横に置きます。私が言いたいのは、ずっと大阪でですね、これをやれば良くなる、良くなる、良くなると言っていた IR というやつです。IR って何ですかって、またこういうね、変な横文字が出てくると大体うさんくさいんですけれども、統合型リゾートというもので、その統合型って何を統合するんですかっていうと、カジノですよ、はっきり言って。カジノといえばですね、ここの中国で、今回も立候補されてますけれども、秋元司さんっていう人が、100万円もらったっていうのも、これもカジノ関連の中国の会社ですよね。で、そのカジノをですね、備えたリゾート施設を大阪のベイエリアに作ると。で、これができればですね、じゃんじゃんインバウンドのお客さんが来て、お金がどんどん落ちて、大阪は豊かになるんだと、維新の首長たちはずっと言い続けてきました。今から10年以上前、橋本徹さんという市長がいたんですけれども、この人は大阪市議会の、大阪市議会でですね、とにかくこの IR というのは心配することはないんだと。自治体は一銭も負担する必要がない。とにかく場所さえ提供すれば、あとは民間の事業者が来てやってくれるんですよ。全然我々持ち出しはないんですよと散々言ってきたんです。今でもちゃんと議事録残ってますから、大阪市議会の。持ち出しというのは自分たちの税金ですけど、大阪府市のお金は持ち出す必要がないと言ってた。ところが、去年、蓋を開けてみましたら、大阪市が800億も負担しなきゃいけない。嘘じゃないですか。詐欺でしょ、こんなの。それが維新の言ってる成果ですよ。そんな成果を誇られてね、東京の江東区に来て一体何をしようって言うんですかって言いたくなりますよ、私は。あの人たちはね、私たちは成果があるんですと、私たちは実行してきました。あんな口だけの人たちにとやかく言われたくないって言うんですけど、その口だけの人間が見たって間違ったことやってるんですから、そんなものを成果だって言われたらたまったもんじゃありませんよ、本当に。私はね、こう言っちゃ悪いけれども、個々人の人は悪くないかもしれませんよ、維新も。だけど、
もう一回大阪でやったことを見直してみてくれと言いたいですね。大阪全く良くなってないですから、維新の十数年間で。ですから、こういう人たちがですね、いや、俺たちは政治ができるんだと、俺たちはやってきた成果があるんだと、俺たちは選挙を知ってるんだと、お前たち何の組織も金もないくせに小選挙区やろうなんてバカじゃないかと散々言ってるんですけれども、こういう連中の鼻を明かしてですね、選挙は真面目に有権者の人たちに自分たちの正しいと思うことを訴えれば勝てるんだというところを私たちはまず見せたいと思います。ということで皆さん、もうぜひとも飯山あかりに一票よろしくお願いいたします。飯山あかりのことをですね、いろんな人に紹介していただくときにぜひこう説明してほしい。飯山あかりという名前はですね、ここに書いてありますけれども、飯の山と書きます。まさに日本の豊かさの象徴です。ご飯が山盛り、そしてあかりと、まあ、これはひらがなで書いてますけれども、飯山あかりの明かりというのは太陽の陽という字です。明るく照らす太陽でございます。日本は日の本の国です。日本の国にこれからもっともっと明るい日が出るように、そしてご飯が山盛り、私たちがもっと豊かになって日本が強くなるように、日本が世界の中心としてですね、本当に光り輝く国になるように、そのために飯山あかりはこの中国から立ったんだということをぜひご説明いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、そして最後に、まあ、ちょっとこれで終わりになりますけれども、飯山あかりから最後に皆さんに一言挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。皆さん、今日ここにお集まりいただいた皆さん、ものすごくラッキーです。なんででしょうか。今日の百田代表、それから有本事務総長、今日の中でもおそらくこの場で話したこと、今までで一番出来がいいです。いや、もう間違いないです。私ずっと聞いてきたんで、私が言ってば間違いないです。ものすごく皆さんラッキーです。そして私はこれからもっともっと私たち3人組をチームで、もっと皆さんに私たちの考えていること、私たちが考えていることを実行したら皆さんの生活がもっと良くなること、これからますます頑張って主張して訴えていきたいと思っております。ありがとうございます。そしてここは今日はとってもたくさんの江東区の方がいらしていただきました。私、江東区のことこの1ヶ月ちょっとで大好きになりました。ありがとうございます。豊洲も大好きです。深川も大好きです。富岡も大好きです。亀戸も大好きです。南砂とか北砂とか、あそこら辺も大好きです。清澄白河も大好きです。森川とか、大島とか、あの辺りも大好きです。いろんなところが大好きです。もうあちこち行きました。有明も大好きです。もうくまなく走りました。自転車でも走りました。車だけじゃなくて、自転車で疾走したりもしました。本当に大好きです。たくさんの人と話しました。握手もしました。話を聞いていただきました。そして私も話を伺いました。皆さんの考えていること、思い、私が国会に届けようと思います。皆さん、よろしくお願いします。はい、はい、皆さん、これで終わり。いやいや、本当寒い中ね、本当にこの寒い中、もうほとんどの方がもうずっと立ったまま、私たち、あるいは飯山あかりのことをずっと真剣に耳を傾けていただきまして、本当に感激です。マジで感激です。本当に嬉しいです。いや、こんなにね、たくさん人の前で、喋って、本当にもうみんながもうじっと、私たちの言葉に耳を傾けてくれてる。本当に嬉しいです。はい。私はね、よく公園にも行きます。公園でね、何百人相手も喋りますけどね。はい。まあ、講演はお金もらえるんですけどね。はい。すいません。ここで喋ってもお金はもらえませんけどね。皆さんの、本当にこう、じっとこう聞いて、そして私たちの言葉でね、熱い拍手を送っていただける。これはね、お金では変えられないです。本当にありがとうございます。嬉しいです。本当に嬉しいです。ですから、もうだいぶ遅くなりました。
それではこれで解散、バイバイ。